こんにちは、肩大好きトマト群馬ちゃん大好き姫がお送りするエアマルチまったりマインクラフト。撮影日は2月22日1時30分です。今回も前回の続きでバイキルと畑下を掘り、動物のお世話などをしていきたいと思います。自身が誤解を招くような行動をとって
ってしまってるっていうのもあるんだけど、その誤解を招くような行動というより、まあまあそれもそうなんだけど、そのなんだろう、他のことを言うこと、なんかありもしないことを言うことによって、その俺の行動の、なんだろうな、なんて言ったらいいんだ、俺が起こした行動の、あ、それはそういうことだったんだっていう勘違いを生んでしまうことがあるので、やめていただきたい。ここの下の採掘というか作業の方をね、よいしょ、あ、同じね、ずらし、こちらの作業の方を進めていきたいと思いますね。よいしょ、もう一度数えて1、2、3、4、5、6、そんな掘ってねえわ。
あれ？そんな掘ってた？いや、そんな掘ってた。よいしょ。しておいて、今日もらったコメントをやって、で最後の余った時間でちょっとやっていこうか。そうしよう。せっかく書いてくれたしね。うん、多分このコメントはちょっとずつやるようなやつだと思う。前もそういう、なんだろう、精鎮のコメント結構な量あって、大変だなと思ったけど、やってみたら、それはちょっとずつやってくれればよかったやつで、急ぎじゃないからねって言ってくれてて、そういうなったからね。よいしょ。こんばんは、臨時コメント作業コメです。よろしくお願いします。3部あ300じゃないナンバー965ウポスです。省略キコリオークと白樺。
どっかに大量に置いておいた気もしないでもないんだけどな、サボテンさん。ちょっとサボテンさんがないですね。どっかのチェストに大量に入ってなかったかな。上持ってったかな。あれ、あったよね、いっぱい。結構な量あった気がしたんだけど。で、チェストがいっぱいになっちゃうからって移動してたような気もするんだけど。なんなら最初、倉庫の中にサボテン置き場を作っていっぱい入れたような気もするんだけど。それはそれでもう焼いちゃったってことかな、もしかして。かもしれないな。石3スタック、バケツ3個作る。バケツは今後4個持ち歩く。了解。皆さんのところはどうですか？最近気温の方。うちの方は割となんか、春一番が吹きました。ニュースでやっててさ、その前後からだいぶあったかいなって、ちょっとずつあったかくなってきたなって思ってたら、急に今日、雪が降りました。21日ね。結構な量降ったんで、急に寒くなったなと思ってきたんですけど、どうでしょう。ね、体調の方気をつけて。割と俺はその微妙な変化が苦手。極端に変わるわけじゃないんだけど、寒い、あったかい、寒い、あったかいって極端に変わってるわけではないんだけど、あったかくなり始めたなってところに寒いってきたから、雪も結構積もったしね。って言っても積もったと思ってたら着いたら全部溶けてて、あの積もった雪どこ行ったのっていうぐらい、夢でも見てたんかってぐらい夢だったのか。いやあと、動画ね、本当申し訳なかったです。ごめんなさい。同じ動画をね、連続で投げてしまう。エンコードコードナンバリングを保存のところでね、間違っていて、で、ね、夢の中でおはようというツイートをしてしまったがために、それを食ったもんだと勘違いしていて、ね、見つけしたいって感じ。
集まりしたいかな。よいしょ、こんなにいらなかった。サボテンさんはないんだろうか。チュンチュンかな。違う、これは結構あった気がする。入らないからっていうんで別の場所に移動した感があるかな。ワンチャンこっちのチェスト移動しないってできてないよね。なんかじゃあバケツを作ります。バケツは3個作って、今後今1個持ってるけど、なんで水入ってんだ。用意されたのレンガブロック18個。ちょっと18個、白いガラス18個、白いガラス18個。みなさんで第2植林地装飾、第218個、白いガラス18個、多くと白樺の間の地面を深さにまず掘る。なんでよ。で、掘った底の部分にレンガブロックを植えて、その上に白いガラスを置く。おはようございます。通路部分、ここに今座る。よいしょ。おっと、またしてもスミスが。よいしょ。それと統一性も出てるんだ。あ、すげえ。かわいい。ね、いいね。俺の作った通路と違えた。あれ、俺が作ったんだ。大丈夫だ、ね。俺が作ったやつだ。いや、これは姫が作ったやつなら下にジャックオランタンが置いてある可能性が一緒だ。俺が置いたんだよね。いや、自分で作ったつもりでいて、実は姫がやったとかなっちゃうと。自分のを謙遜したつもりで言った結果、それは姫が作ったやつだったら、それ最悪のことになっちゃう。そういうつもりで言ったんじゃないんだ。うん、自分のと相手比較することによって姫の方が上っていうのを示そうとして、やめよう言い訳をしようとすればそういうこと、どんどん深みにはまっていく。ひでえやつだ。自分をきれいに装おうとして、結果人を傷つけ
で続いて村人との取引。あー閉じちゃった。なんで閉じた。重いな DM。 村人との取引。村人いつもの3人と取引。用意するアイテム。小麦、じゃがいも、人参、かぼちゃ。ダメだな、さっき俺が言ってたのは悪口
ぐちぐち言ってた。そのダメージが今自分に来てる。なんで俺はあんなことを言っていたんだろう。ひでえやつだっつって。ブーメラン、ブーメランじゃないっけ。ブーメランほどブーメランじゃないんだけど、帰ってきて、ダメージが今来ている。申し訳なかった。自分のことを棚に上げ、祭り上げていて、祭り上げておいて。続いてバイケット畑用意するアイテム、土たくさん。バイケット畑とブースト畑、ブースト小屋の間の溝を、サトウキビが浮いてあるところまで土で埋めて。バイケット畑とブースト小屋の間の溝を土大量のやつで埋めていく。こうやれば足りるかな。バイケット畑とブースト小屋を、ここを埋めていくと、ここら辺でいいと思うね。よいしょ、ここ埋めて、よいしょ。続いてブースト小屋敷地、土たくさん。サトウキビ付近のベッドが空いてある部分、敷地を羊小屋、赤緑、入り口フェンスの前から20ブロック分確保する。足りない場合は水辺を埋め立てる。
その他時間調整用というふうにあるのですが、ちょっと待ってね。よいしょ。ちょっとそこじゃない。地下空間を設置、特に溶岩周辺の空間。以上、今回は9項目です。よろしくお願いします。頑張ってね。ありがとう。というわけで。よいしょ。
りあえず今回はこんな形でやっておいて、ステイしておきましょうか。というのも時間の方が割と多すぎて、前回はね、時間がって言って終わりにしたけど、感覚的には俺50分ぐらいやってるつもりだったんだけど、実際にそんな経ってなかったね。実際40分ぐらいっていうちょうどいいぐらいの時間だった、とりあえず次回その辺の敷地の埋め立てと、およびバイキング畑の、バイキングじゃないわ、バイキルト畑の、その辺もやっていきたいと思いますので、よろしくどうぞ。申し訳ない、本当にぐちぐちぐだぐだ、本当器がちっちゃいもんで。以上、赤大好きともと群馬ちゃん大好き姫がお送りいたしました。あばね。